橋本金五郎は、昭和時代の日本の陸軍軍人、政治家、右翼活動家。たびたびクーデターを試みたが失敗し、極東国際軍事裁判で訴追された。通称、橋金。岡山県岡山市に生まれ7歳の時、福岡県も実施に移る。高等小学校から1904年9月、熊本陸軍地方幼年学校入学。 陸軍中央幼年学校を経て、陸軍士官学校から陸軍大学校に進学し、トルコ公使館付部官。この時、ムスタファケ・マルパシャの革命思想に接したことが、その後の遍歴に影響する。そのとから、趣味は革命となったらしい。その後、参謀本部ロシア班長となり、1930年に参謀本部の将校らと、密かに桜屋を組織。 3月事件、10月事件を計画するも失敗に終わり、桜井は解散させられる。戦後の東京裁判において永久戦犯として起訴されたのは、連合国側が3月事件、10月事件を侵略計画の発端としたことが最大の要因であると推測されている。また、1936年2月の2.26事件の際には、自ら 昭和天皇と決起部隊の仲介工作を行い、決起部隊側に有利なように事態を収集しようと、陸軍大臣関係に乗り込んだが、天皇が決起部隊をボートと呼び、鎮圧するように命じたため、橋本にも責任問題が及び、大佐で予備役へ回されることとなる。その後、日中戦争の勃発に伴い、連隊長として再び招集されたが、 南京攻略戦の際の1937年12月12日にイギリス包艦レディバード号に被害を与え、さらに同日、中国空軍基地に運ぶガソリンを乗せた輸送船3隻を護送中のアメリカの包艦パナイに砲撃を行っている。パナイ号は陸軍の砲撃による損傷こそなかったものの、その後南京上流に停泊中、陸軍より攻撃協力の要請を受けた。 海軍現地航空隊の空襲により撃沈、死傷者を出す。橋本はこれらの責任を取って陸軍砲兵大佐で退役した。予備役中の1936年に大日本青年党を組織しファシズム運動を展開。この F ・ミマロ首相が掲げる新体制運動にも積極的に協力した。1942年の翌3選挙で衆議院議員に当選し、 翌山政治改総務に就任した極東国際軍事裁判で永久戦犯として起訴され終身刑仮釈放後も獄中で思い残すこともなけれどなお一度大きなことをなして死にたしと読んでいたように国家改造を志す野心は変わらず1956年の第4回参議院議員通常選挙全国区に政党の公認や 資金もない状態で周囲が止めるのも聞かずに無所属で立候補し落選している。1957年6月29日、肺がんにより死去。去年67。出国後に結婚した三度目の妻がいたが、橋本の臨終間際に離婚を申し出て去っていった。葬儀は、3月事件以来サポートを受けていた徳川義家が面倒を見た。 生前の彼を知る人物の証言によれば、橋本は非常に短期、ヒステリックで上記を逸した行動が多く、現役時代の懲罰経験は60回以上にも及んだという。極東国際軍事裁判の後半中においても、ごく些細なことから激光し、法廷控室において、白鳥と塩の顔面をメガネが飛ぶほど大出したことがある。また石原博一郎からは、 スガモプリズンに拘置された A 級戦犯の中で若い BC 級戦犯にとって最も見本にならない利己主義的な不平を口にする小人物として豊田添江ムや佐藤健良と共に名前を挙げられている極東国際軍事裁判の際には全被告の中で唯一アメリカ人の弁護人がつくことを拒絶し続けた一方で橋本は死の才能に長けていることでも知られていた 重光みつがいが認めた手記、菅がも日記によると、戦時中に、とある朝鮮人男性が、東京の帝国ホテルに宿泊した際、休時の日本人女性に一目惚れし、駆け落ち同然で、朝鮮半島へ渡った。しかし、日本の降伏を迎え、連合国側の意向で、日本人は朝鮮から追われることとなり、女性はそのことを国、玄海などに身を投げて自殺してしまった。 後にその男性が訪日して、橋本の元を訪れ、女性の墓を男性の故郷に建てることとなったので、墓に刻虫を書いてもらいたいと橋本に依頼したというエピソードがあったという。10月事件の後、野江方兵、第二連隊長に左遷されていた橋本が、1935年4月末から約40日間かけて書き上げた3月、10月事件、及び、 満州事変についての記録である。橋本側の視点から3つの事件の模様が述べられている。1963年に同盟の著書を発表した中野正夫によると、同主記が書籍化された経緯は以下の通りである。現代は昭和歴史の源泉橋本は五部副社史、それぞれ同志だった、超優勝者、小原重隆大尉、田中渡る大尉。 天野勇注意に渡し、残り一部を自ら保存した。しかし、彼らはいずれも後に焼却した。ところが、中野が調査したところ、1961年に、司会、内田絹子が、手記の写しを所持していることが分かり、5人のうち当時、唯一の存命者であった大原によって、同一の内容と確認された。橋本は内伝託をアジトとしていた時期があり、彼の頼みで、 うちだが、手記を一時保管していた際に、自ら筆写し自宅の庭園に埋蔵していた。橋本金五郎。ありがとうございます。